2022年7月26日、ロシア軍の占領下にあるウクライナ南部のザポロジエ州のメリトポリ市長が、占領者であるロシア軍が、メリトポリ市内を通過して重火器などを大量にヘルソン州方面に移送させていると述べたとして、ウクライナのメディアが伝えているよ。これに加えて7月25日には、アメリカのシンクタンク戦争研究所においてもロシア軍が、ザポロジエ州とヘルソン州両州において軍備を強化している動きがあるとの分析を示しているぜ。メリトポリの北と南の集落を経由して、ヘルソン方面へ戦車や装甲兵員輸送車を送ったとの情報があるとしていて、これはメリトポリ市長が述べたことではないかと見られているんだ。いずれにしても南部のロシア軍にウクライナ軍の反攻を防ごうとする動きが見られると指摘しているってわけだね。そういうことだね。さて今回は、ロシア軍が、ウクライナ軍の反攻が予想されるヘルソン州に部隊を集結していることについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。7月に入り、アメリカから供与されて前線に配備が始まった、高機動ロケット型システムハイマースや、多連装ロケット砲システムマーズ M270 などによりロシア軍後方の砲兵部隊や司令部などのほか、弾薬、燃料などの兵站物資集積地、補給路などにロケット砲攻撃を加えており、そのために、東部や南部のロシア軍による砲撃や空爆などが減少しているとされているよ。南部では2月24日のロシア軍が侵略を開始した直後にヘルソン州の州都ヘルソン市が陥落しており、ヘルソン州はほぼ制圧されていたよね。ウクライナでは国道を二分するかのように大河であるドニエプル川があり、ヘルソン州では北東から南西に向けてかなりの川幅となって流れているんだ。ヘルソン州の州都ヘルソン市はドニエプル川の西岸にあり、近隣の橋はアントニフスキー橋のみで、ウクライナ軍はヘルソン市に向けて快進撃を続けていたロシア軍の勢いを止めるには、このアントニフスキー橋を落とすべきだったんだよな。しかし、ウクライナ保安庁 SBU がヘルソン州からの撤退時に、ドニエプル川の唯一とも言うべき渡河地点であるこの橋を破壊しなかったことで、ロシア軍があっけなくヘルソン市を陥落させてしまったんだ。このことは明らかに失策であったとされ、7月17日にゼレンスキー大統領がイワン・バカノフ SBU 長官の解任したのは、このことに繋がっていると見られているよ。その後ヘルソン市周辺にロシア軍部隊が展開していたんだけど、長射程ロケット砲システムを入手したウクライナ軍による後方兵站破壊戦術によって、これら部隊への補給が断たれ孤立し、1000人以上のロシア軍部隊が包囲されているんだって。ある説によると3個大体2000人とも言われているよね。ただ、これら移動中の部隊が援軍としてドニエプル川を渡りヘルソン市以西に展開され、ウクライナ軍に包囲されているとされる1000名以上のロシア軍部隊の救出に向かうのかについては不透明なんだよね。もし援軍もドニエプル川を渡り包囲されている部隊に合流したとしても、現時点ではなんとか渡ることができるアントニフスキー橋をハイマースによって完全に落とされ、その他もう一つヘルソン市の東にあるドニエプル川の支流にかかる橋を落とされれば、ヘルソン市へロシア側からの補給路は断たれ、ロシア軍はさらに戦死者や捕虜の数を増やすだけだと指摘されているからな。また、もしロシアの増援部隊がドニエプル川の東岸で動きを止め、防衛陣地的なものを構築するようであれば、ウクライナ軍はアントニフスキー橋などをいつでも破壊できる状況にしておき、ヘルソン市周辺のロシア軍を殲滅あるいは投降させると思われ、いずれにしてもロシア軍の動きは、ウクライナ軍の行動に右往左往させられている行き当たりばったりの行動としか思えないよ。ヘルソン市の戦況を見る限りでは、ロシア軍はヘルソン市を捨ててドニエプル川東岸に退却した上で守りを固め、アントニフスキー橋を落として反攻を企てるウクライナ軍を食い止め、現在主力を配置している東部ドンバス地方の完全制圧を目指すべきだろうな。ヘルソン市を手放したとしても、ヘルソン州内の支配地域内に新州都を設定し、そこを中心としてヘルソン州の東半分を統治することで、同州に繋がるクリミア半島を防衛することができるからね。それをヘルソン市の奪還を目指すウクライナ軍を押し戻すことにこだわり、メリトポリ周辺に展開している部隊を割いてヘルソン州に送り込んだ挙句に、アントニフスキー橋などの補給路と退路を断たれる具を犯そうとしているのは明らかで、侵略開始からの5ヶ月間でウクライナに侵入させた兵力を大きく損なっていると見られる戦況下で、東部戦線と南部戦線の2面作戦を展開することは無謀とする見方が広がっているってわけ。ただ、アントニフスキー橋などを落とすことは、ウクライナ軍もまた東岸への渡河が難しくなり、メリトポリやベルジャンシク、マリウポリの奪還、あるいは彼岸であるクリミア半島の奪還が困難になるとの指摘があるぜ。しかし、ロシア軍をヘルソン市の対岸に引きつけることができれば、ウクライナ軍は、ヘルソン市から東へ 50km の地点にあるノーバカホフカにある水力発電所のダムを通って、
ロシア軍の背後に回り込むことが可能であり、包囲殲滅する作戦を立てることができると見られているな。あるいは、ドニエプル川を堀として南部戦線は守りを固め、新たに西側諸国から供与された兵器を装備して編成し直した部隊を、東部のドニプロからドンバス地方に送り込み、ドネツク州やルハンシク州からロシア軍主力を駆逐する作戦も可能なんじゃないかな。また、7月26日に SBU が発表したところによると、同庁所属の軍事防庁部隊がロシア軍の T-72 戦車3両を攻撃型ドローンによって破壊したとする動画を、テレグラムチャンネルに投稿して公開し、その発表の中で数日前にはさらに3両の T-72 戦車が同部隊によって破壊されたとしているんだ。この発表は、長官を更迭され多くの職員が処分された SBU が申請され、活動を始めたことを意味していて、T-72 を破壊した日時や場所が公表されていないことから、おそらくは前線より後方の非占領地で後方撹乱作戦が展開されていることを物語っているよ。これらのことからウクライナ軍は、数に物を言わせて力攻めを続けるロシア軍に対して、前線では進行を食い止めながら後方の兵站や補給路を這い回す。まずあるいは 155mm 榴弾砲の長射程誘導砲弾 M982 エクスカリバーなどで破壊し、さらに SBU の軍事防庁部隊などによる後方撹乱とパルチザン活動の扇動などで、ロシア軍を疲弊させる方針ではないかとの見方が広がっているみたい。シンクタンク戦争研究所では7月26日に、ウクライナ情報機関の分析を引用したとして、ロシア軍が損なった兵力を補うため、ウクライナに投入するとの目的を隠して中央アジア方面から西部方面への移民を募集している可能性があるとの見方を示したよ。さらに同研究所では、ロシア西部各州においては、過去に従軍経験がある20から50歳の志願兵の採用を進めているとして、ウクライナ侵略戦争が長期化する中で、ロシア軍の人員不足が深刻化していることを指摘しているぜ。長引けば長引くほど、人も物資も足りなくなるだろうからね。その一方で、ロシア国防省は7月26日に、極東ハバロフスクに司令部を置く東部軍管区において、8月30日から9月5日にかけて恒例の戦略的軍事演習ボストーク2022を実施すると発表したよ。ウクライナから遠い地域でこの演習を実施する理由としては、ロシア軍が兵力不足に苦慮しているとしている西側諸国の指摘を否定するとともに、軍全体の士気を高める狙いがあるとされているほか、国民に対するプロパガンダでもあると見られているね。なお、日本の防衛省ではこの演習に関して、演習地域に北方領土が含まれているとの情報があり警戒を強めているほか、中国軍の参加の可能性についての情報収集を急いでいるとされているよ。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、あんこについてだよ。あんこといえば甘くて美味しいし、和菓子には欠かせないものだよね。日本の代表的なお菓子だよな。それじゃあんこについて解説していくよ。まんじゅう、もなか、どら焼きなどの和菓子はあんこが使われるんだけど、甘いよね。そりゃそうだよ。だって和菓子だもん。でもなんであんこって甘いのかな？最初から甘いんじゃないの？実は、あんこは甘いものという印象があるが、実はもともとあんこは甘くなかったそうだよ。本当なのそれ？本当だよ。あんこは漢字であんこと書き、あんとも呼ばれるんだ。このあんは中国から来た言葉で、食べ物の中に詰めるものという意味だそうだよ。そうなんだ。あんはもともと塩で味付けした肉や野菜で作られ、甘いものではなかったんだ。その甘くないあんを米や小麦で作った皮の中に詰めていたそうだよ。ただし、当時の日本では仏教などの影響で、基本的に肉を食べることが禁止されていたんだ。でも、そんな中で誕生したのが小豆を使った小豆あんだよ。小豆あんとは、聖徳太子が鎌倉時代に小豆を用いた料理だよ。その小豆あんは、太陽と同じ赤い色をした小豆は、邪気を払う縁起の良い食べ物として重宝されたんだ。鎌倉時代、その赤い小豆を使ったあんこは当初は塩で味付けをし、まんじゅうに詰めるようになったそうだよ。その当時は砂糖がほとんどなく、甘みは薬のような扱いだったんだ。砂糖のような甘味料が貴重だった時代には、甘みは体に良いものという考えがあって、その体に良いものとして甘いものが身分の高い人に献上され、あんこにも甘みがつけられたそうなんだ。甘くないあんこも美味しそうだね。でもその小豆あんを考えた聖徳太子はすごいよね。その後、室町時代にはポルトガルなど海外から砂糖が輸入され、あんこはより甘いものへと変化していったんだ。さらに、江戸時代に国内でも砂糖が生産されるようになると、甘いあんこを使った和菓子が庶民にも広まり、甘いあんこが一般的になっていったそうだよ。今では簡単に作れるあんこも昔は高級食材だったんだね。
そう考えるとあんこを使った和菓子がたくさんある現在は幸せだな。そうだね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。